はい。えー、竹内です。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、えー、今回のテーマ、休み明けの馬が多いレース。ちょっと黙りましたね。休み明けの馬が多いレースということで、まぁ、あ、ると言えばですね、あの、割と自分の動画をこうやってあの、後で確認して見返した時に、すごいアクセントが変だなーって思うんですよね。まあ、名古屋なんですけど、なんか名古屋弁ともちょっと違うような感じになってたりするときもあったりして、なかなかね、ちょっとあの、 恥ずかしかったりするんですが、まあ、あの、そんなわけで行きましょう。えー、休み明けの馬が多いレースということで、うん、まあ、やっぱりですね、あの、競争はいろいろあります。えー、休み明けから仕掛けてくる、仕上がってる馬、そうでない馬、休み明け全然走らない馬、休み明けよく走る馬、などなど、いろいろ、ま、パターンがあったりします。なので、まあ、多ければ多いほどね、ちょっと難しく、予想がちょっとややこしくなったりするわけなんですが、 えー、12, 週12週、声が裏返っちゃいました、<laughs> えー、12週以上ぶりの馬が、えー、7頭以上のレースというのをまずテーマにしたいと思います。で、この条件だとですね、12週以上ぶりに出走の馬、まあ、その7頭以上の馬たちですね、の回収率が合わせて60%ぐらいしかないということがまず1つです。で まあ、理由の特定ってすごくこれ難しいところなんですけどまあ、どんなレースかなーってずっとポチポチ見てみるとですねまあとりあえずここ1回使って叩こうかみたいな馬がね集まる集まりやすいのかなっていうふうにちょっと思ったっていうのがまず一つありますでまあ、そうなるとやっぱ順調に使っている馬の方が成績がいいのかなとまあ、あの相対的に良、ね、くなるんじゃないかなということなんですが中2周から11周の馬 っていう,ふうに見るとやっぱ例年で回収率がもう90%以上あるんですよね、それだけでたったそれだけのことで90%以上あるということで、まあ、多くの競馬ファンの人の年間の回収率より全然高いものが出てきてしまうということで、まあ、ここ数年だとほぼ100%という成績になっているということで、まあ、結構これは扱い勝手がこの時点でいいですよね。で、まあ、そんな中、まあ仕上がりが不安の馬もまあ多いですね、休み明けということで。まあ 狙うのは調教がいい馬じゃないかなーっていうふうに考えました。で先ほど言ったその休み明けじゃない馬でたち、ね、に関して、まあ、順調度を考える目安でまあ販路調教を使ってみました。当該周半路の最速時計、よく出るワードです。うちのブログなんかに説明書いてありますが、あのー、レース集に出した販路の一番速い時計ですね、まあ、大半は追い切りです。うん これがまあ東西の馬関係なく、55.9秒以下の馬の成績がすごく良くて、回収率が116%もあるということが分かりました。なので、休み明け側の馬が多いレースは、ですねまあそうじゃない馬の中で、販路状況で55.9秒以下出してる馬を狙っていくっていうのを結構、1つのね戦略にできるんじゃないかなということで、ご紹介をさせていただきましたとさ、さはいそんなわけで、ぜひね、チャンネル登録をしてくださらないと、次の動画がアップしないですよ。 <laughs> いや、いいんですけどね、全然チャンネル登録をしなくてもいいんですけど、してもらえるとやっぱ嬉しいなということで、コツコツね、やってきて、今も2000、ね、2000人、まあ3000人はまあまあ無理、無理なのかなと思うんですけど、年内には。すごく増えてきてるので、やっぱりそれだけの、ね、登録数があるということは、面白いことをしなきゃいけないななんて思いますし、うん、ただまあ,あ、今月はね、今月というか、9月は、 一番多くあの登録者数が伸びたのがですね、あのたまーにやる僕の雑談動画って、雑談を喋ってるだけっていう内容のものなんですけど、え長いわ、暗いわね、でお題も決めてないからあのテンポが悪いわっていう最悪のものだったんですけど、それをアップしたらなんかすごく登録してくださる人が増えたのでね、またちょっとちょいちょいやろうかなと思っていたりします。はい まあそんなわけで、ぜひね、登録してくださる人はしてください。あと、競馬特番ぽいチャンネルの方もね、登録ぜひしていただければなと思います。というわけで、竹内でした。さよなら。また会いましょう。